フランチェスコ・グイドリンは、イタリア・カステル・フランコ・ベーネット出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1975年、エラス・ベローナ FC で、プロデビュー。その後は、サンベネデッテゼ、AC ・ピストイエーゼ、ボローニャ FC といったチームへの移籍と、ベローナへの復帰を繰り返す。1986年に引退。現役を引退した1986年に、 ジョルジョーネ・カルチョのユースチームの監督に就任。1988年には当時、セリエ C2 に在籍していた、ジョルジョーネのトップチームの監督に就任する。ビチェンツァ時代、戦力的に恵まれているとは言えないクラブで、コッパイタリア優勝、UEFA カップビーナーズカップ準決勝進出の実績を挙げ、ミラクルビチェンツァと称された。その後、 ウディネーゼ・カルチョの監督を務め、UEFA カップ出場権を確保するが、オーナーとの確執で解任される。1999から2000シーズンには、ボローニャ FC 監督に就任。2003年まで監督を務め、常に注意を確保する安定した成績を残した。2004年には、セリエ B の US チュッタ・ディ・パレルモに招聘され、パレルモの監督に就任し、見事に、 パレルモを32年ぶりのセリエ A 昇格に導く。翌2004から05シーズン、優れたカウンター攻撃と戦術でチームを躍進させるが、ザンパリーに会長から守備的な戦術と批判され、シーズン後会任の浮き目に遭う。その後、セリエ B のジェノア CFC の監督に就任。ここでは、エンリコプレツ洋次会長の買収工作が発覚し、クラブは降格処分を受け、 グイドリンは、辞任を余儀なくされる。2005年、ティディエデシャンが辞任した、フランスの AAS モナコ監督に就任する。ここでは、デシャンの攻撃重視から、守備重視へチームをシフトするも結果を残せず、10位に終わる。2006から07シーズンには再び、パレルモの監督に就任。 エウジェニオ・コリーニとアマウリを中核としてチームはまたも躍進するが UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指すザンパリーにはグイドリンを再び解任。成績が再び悪化するとまたもグイドリンを呼び戻した。2007から08シーズンにもザンパリーにはステファノ・コラントゥオの監督を解任してグイドリンを呼び戻し再び解任するなど ザンパリーに会長に振り回され続けた。2008年9月末、セリエ B のパルマ監督に就任。アルベルト・パロスキ、ダニエレ・バンタジャー・トラの活躍で、セリエ A 昇格を達成した。2009から10シーズン、昇格1年目にして8位という好成績を残した。ものの、シーズン終了後に退団、ウディネーゼの監督に復帰した。 就任1年目の2010から11シーズンから2年連続でチームを UEFA チャンピオンズリーグ予選プレイオフ出場に導き2012から13シーズンも UEFA ヨーロッパリーグ出場権を確保する成績を収めるなど主力の流出が続くクラブにおいて好成績を残してきた。 2013年7月18日に契約を2017年6月まで延長したものの2013から14シーズンは苦しみ13位に終わるとシーズン終了後に退任することとなった2016年1月18日イングランドプレミアリーグのスウォンジーシティ AFC の監督に就任し同シーズンの降格回避に貢献しかし翌2016から17シーズンは 第7節終了時点で1勝1分5敗の17位と低迷し2016年10月3日に解任された。ありがとうございます。